What's this? Go on. Kurumano. Jiken. Part 2. Oh. Gohokoku shimasu. Jitsu wa. Mukashi. Tamodachi kara kuruma wo kanimashite. その車はオープンカーでした。キャンプするように何人かで山道を登って、あとキャンプ場でキャンプしました。その時に黄色いロードスターオープンで、そのまま同僚を乗せて山の方へちょっとドライブ行きました。帰りなんと自分はちょっとレーサー気分で調子に乗ってスピードを出して車ごと崖からダイブしてしまって大惨事になりました。乗ってる友人ももう二人とも血だらけで崖から這い上がって、それで通りかかった釣り客に電話してくれと言って、同僚の人たちに助けてもらって某病院で治療を受けました。車はほとんど大破して50メートル下まで落下。修理代とか結構かかって弁償代も大変いっぱいかかりました。カーブで曲がりきれないスピード出てたと思うんですけど、当時のことはちょっと記憶になくてはしゃいでました。若かりし頃だったんで、みんなも急な坂や運転が上手くない人、そういう人たちは徐行とかでスピードを落として坂道下ってください。ではエピソードトークテラッチ終了です。安全運転でみんなお願いね。天気の悪い日は慎重に運転よろしく。じゃあ車のシートベルトしてなかったんで、シートベルトしてなくて崖から落ちた時に二人とも車から放り出されて、少しは命長らえたと思います。シートベルトも良し悪しだったなとは思うんですけど、まあとりあえず皆さん安全運転でお願いします。じゃあ終わり。さあ
ャンネル登録、グッドボタン、よろしく。